こんにちは、クラビッタのたけちゃん、ゆみちゃんです、今回はですね、チャンネル登録3万人突破企画の第3弾ですね、ゆみちゃん、今日のは本当に実は僕が今まで、まあ1年半度ぐらいね、このズババゴルフしてきて、一番見てほしい動画、もう本当に僕という人間が詰まった動画なんで、そう、視聴回数は大して伸びてませんけど、僕の全てが知れる動画だと思ってください。隠れざる神回、もうか、てか僕の中の個人神回ということで、皆さんも神回に加担してください。どうぞ。ズバババゴルフ、こんにちは、クラブヒッターのたけちゃんです。本日はボールが何球で割るのか試してみましょう。あー、気合いだ気合いだ気合いだすごっ。これな、これ自分で言うけど、これ今やったら、今もしやったら神回になる自信がある。やりましょう。やらんわやるんが早すぎた。多分ね、最近の方見てないと思うし、で実際視聴回数伸びてません伸びてませんでも私これ一番初めに見たよ、たけちゃん。もう衝撃的だった。衝撃的よ、これ。竹チャレンジ。はい、今日はボールが何回で割れるか試してみます。また元気だね。使用するボールは、本間の D1 というボールと、使用ドライバーは、アキラのプロタイプのドライバーです。じゃあ、早速1球目打ってみましょう。これもだんだん疲労していくのが分かるっていうのが、面白い。ほんまに、これの、ほんまに打ってますからね。これ皆さん、こうなんか、なんか、いや嘘やろみたいなこと言うけど、もう本当にずっと打ち続けて、俺これこの後豆できたけどやらせなし。もう割れ、いや割れないですねさすがにこれ割れたらこれ問題ですよ当然なごもっともでさこれまたこれな、ちょっとごめんな、ね、これこれまだうち動画撮り始めて分かるんが、後ろ汚い。これネットの向こうにが結構いろんなもん置いてる。今動画撮る途中でこれ片付けよってなったもん。うちの従業員が見て汚いけ片付けよって、今でこそ綺麗になっとるけど、これ世の梯子とかあるやつがめっちゃ汚いよ問題ですね、それも投げ目。あー、記念すべき10球目ですね。何が記念してますね。もう割れてくれ。割れてくれ。もうしんどいよね。このセットするのもね。そうだ、これ打つのもしんどいけどな、これ。かがむやん。うん。お、頑張ってる。もうこっからもうな、もう早送りで。よっしゃ。天ぷら振った。これ、見ていただいたら、ちょっと、汚れました。汚れたんかい。そうやな、そうや、僕これね、正直50や思いよったんですけど、これ80ぐらいいくなと思う。まあでもまあこのペースでいけばね、これ今の目線、今の目線、うん、時計見よう、時計見よう、で、これ実はスタート、何時ぐらいからスタートしたのかな、9時ぐらいからこの動画撮り始めて、これほんまに80ぐらいって予測して、まあ40分ぐらいで終わるわと思うんが、あれやったら甘かったっていう、まあ最後何時に終わったかは言うけど、まあまあまあ、とにかくね、これ見てない人のために、まあどこまでいくか、あ、分かる、あ、自分今もう覚えた、あ、ちょっと9時半ぐらいだったのかな、初めがね、まあなんせ、そうやね、その時ももうからもうずっと回数つけて、だこれそう、それもだからこの日も3本撮りの3本目、もうだからこの時点で若干バテとんやけど、ただもう分かる、服出とるやんね直す気もないけどこれ分かります、全体まばらに汚れてきます。当たり前や何を当たり前のコメントしようやってくるじゃんあ、お、何何何、紐がついたんだこの手のパブレが幻覚が見える確かに、いやもうだ、ほんまにもうこの辺からもう服直す気もないし、俺結構フィニッシュは結構決める方なんよ、もう後ろに
あの基本的に左足に乗るフィニッシュ、うんうんうん、フィニッシュだけが綺麗ってよく言われるんだけど、もうこの時点でフィニッシュはもう取れよらんもん、ね、あそうなんだ。まあだからその50球打っとる前にそうするともう動画撮ってるももうかなり打ってるから、でまあ、ね、な80目標80ももうすぐ行くよ。おやった頑張れ。いるね、必死で探してるからなんか。おお割れた。もう一言でいいですか。割れろ。このテロップがいつだよなんか。でもこれもう80個じゃ100まで早送りやけど。もう80やろって言おったのに100まで早送りされたわけだ。うわしんどい。これはほ。壊れてきた。そうそう、ただあの人間ってこれよく皆さんも分かると思うけど、あの疲れを越したら笑うんよな。笑う。笑ってた今ちょっと。うん、おっ、そうだ。ちょっともう露骨にヘッドスピード落ちとるもんな。わかるんけど、心なしか綺麗になってる。いいわ。面白い。これ多分ね、ほんまに素でいいよ。もうな、もうそんなコメントを考えてないよな。もうなんかただ確かに率直な意見。なんでか綺麗になったよな。もう人間疲れると多分こういう風になるんやと思う。まあ続けようか。これ一体どこまで行くんやろうな。ね、ほんと3桁、もうまだでもほんまに、いや、ほんまにあのよぎったもん、これ帰れんて。もうだって、本当だ、もうなんかヘッドスピード、もうなんか、なんかもうアプローチより、ドライバーでアプローチより早く。そうやな、慣れるやろな。省エネ150まで早送りか。これ、もう視聴者の皆さん、これ全然あのリピートとかじゃない、これガチで打ったら最後全部弾道出しますから、もうすごい、もう、ね、うん、そう、あの、100ぐらいになると限界を超すと笑って、さらにそれを超えるともうどうにでもなれってなる。もうこの顔が結構渋いな、ねね、もう、もうボールよりタケちゃんの変化がすごいね。これ今やけん笑いよるけど、笑ってないけん。今また時計確認したけんな。かわいそう。でも面白い。いやこれ今やったら絶対神回やったけど絶対したくないっていう。かわいそう。だでも取るもうドライバーで書き換えて。なんかこの時の気持ちがよぎってきた、切なくなってきた。どこが痛くなる？いやもうどこが痛くなるとかじゃなくて、うん、あのお疲れ様です。いや早割れんと、みんこれ僕だけじゃなくてみんな帰れんから、うん、本当にこれみんな無口になってる。うん、これ後からやけど笑えるけど、これほんま何時になるんやろうって、これどっかで今日中に帰れますみたいなね、話になるぐらい。ゆっくりってほしいな、どうせやったら。もうここまでいったらもう逆に意地になっとるな。うん、もうイメージとしてはボールがパコ、こういうイメージだったよ。パターン。お、結果が出るって。うん、え、またもう時計の確認が多い。これ多分な、ほんま明日を確保したと思う。あ、うん、お、お、今のですか。ちょっと待って。これほんまに猿がなんか持って喜ぶ。ほんまのガチのやつやね、この喜ぶ。子供とかを通り越してあの猿になったっけ。現人化しとるよ。そうだね、もうちょっとこう動物の感情みたいな。で、この後な、俺一番これ覚えなさい、ドライバー、これ大事、これうちのシダクラブよ、大事な、うん、投げるけん。嘘、いくよ、うん、ほら、おっ、投げもうな、そんなことより。そんなことより、なにで、パックリ行くんかなと思ったら、まずやっぱり当然ヒビが入る。
ガチ見ます見ますガゼンやる気になりましたよ。お前バッチありますよ。めっちゃ嬉しそう。こういうなんかドラマの展開あるけど本当にこうなるんだ。ドキュメントとして売り出したんやけど視聴回数伸びなかった確かに誰もこんなことを期待ギアの期待してないけんだ。あでもなんかやる気になっちゃってる。もうボルトの性能はもう急に喋りだす。わかるわ。俺っぽいなんかもうなんか急になんかテンション上がってきとる。よかったよかった。ちょっとスイングスピード速くなったよ。もうなんかこの一撃でいけそうみたいな。どうパッコリはいかんのかなって、うん、今チラッと時計確認したけどな。これは見えるじゃん、うん、多分元気になったっけ。ほらドライバー投げんかったやろ。本当に振り返った時よっぽど嬉しかったやろ。俺ドライバー投げることないもん。行くとこまで行きたいですよ逆に皆さんも逆にうざい。そらそやな。頑張ってる。もうこれはもう完全に。なかなかゴルフ場でも割れたボールって見たことない。そうなの、まあ、その前に OB するけんな。あ、そっか。このコメントに多かったのはそう、189も打ってボールを残したいっていうコメントが多かったな。結論ボールは100でも雑やん最後。最後187ってこうカウントされとんのに結論はもう190回あたりでダメになる。この辺はもう雑だよ。90あたりでダメになればそれでいいんやけどな。はい、いやもうデータはいらんから。何やねんデータって。今考えたらデータ180から90を打ち続けると割ることが判明します。これもう紙見てこれ疲れとる人の紙や。俺の自慢のこの前髪がもう持ちるまあどっか泳いでるんですよ。180から190、まあ、ドライバーをこれだけ打つ人はいないと思うんですけど、まあだからもっとヘッドスピードが速い人は当然もっと割れるのが速いでしょうし、逆に遅い人はもうちょっと時間かかるかもしれません。実はね、ひびが入ったのも、うん、実はこれで見たんではなくて、ボールって割れると極端に数値変わります。これほら見てこれが全部の計測データ、これがもう本当に打ったっていうのが張り切ったので距離は250。それまでどんどんもうな疲れてきた時のやる気がない時もう200切ってきよったので、ひび入った瞬間やる気出したらこの200コースっていうすごい。で最後の球なんか私スライサーというかまあフェードヒッターの最後のこれ見てくださいこれナイスドローみたいな。こういうふうな程度になるのでボールはあんまり使いすぎはよくないです。以上です。いやこれはもうドキュメンタリーよ本当に。まあ、ただ一般のアマチュアの方っていうのは、まあ、前提として OB を打たないボールをなくさないっていうのは何を真面目に語っちゃうやん。もうこれ多分11時半とかロストボールって実は拾っていやのにスタッフが質問かましてもう帰ろうみたいな。すごく見た目は綺麗なんですよ。いいやんもうそんなねえもう割れる以上で中のコアっていうのがどういう状態か、まあこういうふうに割れる可能性も十分考えられますから。はよ帰りたいと思うこれみんな。自分の頭入れておいて納得した上で変われるべきだと思います。ウスター系のボールとスー系のボール割れやすい。わからないですし、したくないです。帰りたい。めっちゃ疲れとる。いや、ほんまにこれは、ほんま、今やったらもしかしたらバズったかもしれない。隠れざる。そうそう。で、やる？ゆみちゃんのヘッドスピードだけ、もしかしたら300とかかもしれない。ね。うん。割れんかもしれんね。いやでもやっぱ割れるまでいかないかんけんな。えドライバーが一番？いや本当多分ねアイアンの方が多分割れると思うよな俺は。けどそれはやっぱりな
でもうコメント欄がひどいの、今度はクラブヘッドが割れるわけですよ。もうだあだやってみろ、もうこれ失礼でしょ。やってみろ。もうこれ見返して笑いよるけど、ほんまに分かるやろ、もうどれほどやる気がなかったか。なんかもういろんなタケちゃんが見れた。そうだ、もうあのこの多分実際この10分32秒の動画の中に実際その2時間ぐらいかかった俺が詰まったよ。ドラマだね。ドラマだな。もうまあまあでも本当にこれは、うんうん、ぜひあのこれはもう本当僕が今一番見てもらいたい動画なので、ぜひまたよかったらあの見返していただければと思います。ありがとうございました。チャンネル登録高評価でタケちゃんユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。